はい、皆さんこんにちは。ここ 2,3 年でしょうか、 iPhone などスマートフォンのショルダーストラップというのを結構ね使ってる方も多いんですけども、で、まあ、ただこの、まあ、ショルダーストラップ便利な時は便利ですけど、まあ、場合によってはですね、ちょっと例えばショルダーバッグとベルトが干渉したりとか、あとはまあかさばったりとか、まあ、万能なものではないという感じがあります。まあ、それでもうちょっと華奢に使えるものもないのかななんて思ってショッピングセンターをリサーチしていたところ、こんなのをね見つけましてね、これがマルチスマートフォンリングストラップということで、手首につけるタイプというのがあって、なんかシリコン製みたいなんでね、これちょっと面白そうなんで使い心地どうなのかなと思って、お値段も440円ということで買ってみました。それではいきます。はい、ということで、まあ、店頭で目に入っておっと思ったこちらね、ラコレというブランドの、手首につけて使うスマートフォンリングストラップというやつなんですけども、でこのねラコレってブランドはなんだかアパレルと雑貨を組み合わせたようなお店で、まあメンズとかねレディースのアパレル中心に、あとは雑貨もかなり豊富で、例えばこういったねスマホのショルダーなんかもあったり、あとはね今回も変わったものをこういったねリングストラップもこういった、まあ、ヌードカラーみたいので展開している、ちょっとおしゃれ感のあるブランドのように見えましたかね。で他にもね iPhone ケースであるとか、あるいは Apple Watch のバンドとか、まあ、そのあたりが割とおしゃれ風味で揃ってましたね。まあそれでね iPhone とか、まあ、スマートフォンの落下防止なんかだと、この iPhone の場合にはマグセーフタイプのリングなんかっていうのがここ数年結構出ていて、私は割とこのマグセーフリングを中心に使っていまして、っていうのもまあ手が小さいんで、例えば今使っている iPhone 15 Pro Max なんかだと、これだとねこういうのを使うと、まあ、片手操作もできたりするし、まあ、つるっと手が滑るのを防げたりします。あるいはですね、例えばこういった落下防止だけでね片手操作は私は手が大きいからできますよなんて方は、こういうのをねつけると、まあこのね万が一の時に指につけておけば、つるっと滑った時に落下はしないという、まあそんなようなものもありますよね。ただこれの場合には iPhone ケース側にこのストラップホールっていうのがないと付けられないですから、まあ、そのあたりはケースに制約が出てきます。であとはまあスマホショルダーも便利は便利ですけど、若干こうかさばったりもするという点はあるかもわかりません。そんな状況の中、このラコレが出している手首につけるストラップというのがちょっと気になったんで購入をしてみたという感じなんですけども、開けていきたいと思います。これいわゆるこうねスマホケースに挟むタイプというねやつだと思いますけども、まあ、色なんかもねさっき写真でお見せした通りですけども、まあ、ヌードカラーみたいので、まあ、最近流行っているベージュをベースとした色展開になっていましたけど出てきました。構成パーツは3つほどありまして、この部分がスマートフォンのケースに入れて、その間にカラビナがねちっちゃいのがついていて、でこれがねシリコン製のストラップという感じで、まあ、リングというかね、まあ、こういったものになってるんですよね。まん丸な感じでソフトな手触りとなっています。で取説見るとこんな感じで、素材はやっぱねシリコーンで、あとはね亜鉛合金と PVC ってなってますけど、これスマホケースの内側に挟むというのは、まあショルダーストラップなんかと一緒ですけども、でスマホケースについてはこういったガバッと開口しているタイプは使わないでくださいと書いていますね。どちらかというとこのように立ち上がっていて、ここの充電の部分なんかのこうね開口しているものを使ってくださいというふうになっています。それではねつけてみたいと思います。でまずはこのアップル純正のシリコンケースなんかだと比較的ねねっとりしていますから、このリングなしでも片手操作まあまあ私の場合できるんですけどね。でこれにこういうふうに挟み込んで、で外しておいた方のこのカラビナとこのシリコンリングですよね、これをこうつけていく感じになりますけども、まあ、なんかねまん丸のカラビナなんでね操作性自体はまあそんなによくはないんですけどね、まあ慣れてくると簡単にスッと入れられるようになったんで、まあ、これね初めて入れた時の映像ですので、まあ、ちょっと滞ってますけどね、まあその後何回かやってそんなに問題なくねスッとつけられるようになりましたけどね。でこれ取り付けて iPhone の方入れまして、
で、これでもね完成という感じですけど、なんか色合い的にはこのケースとこのねリング非常に合ってるような感じがしますけどね、ソフトなアースカラーヌードカラーという感じでございますね。でこれね手首にこうやって入れて、でこういう風にね持ち歩く時に持っていると、つるっといった時に落ちないで済むというね、まあ、そういった製品でございます。まあ悪くないんじゃないでしょうかね。まあそれでね操作性はどうなんでしょうかね。これまあリングなんかだと片手操作が特にメインになってきますけども、まあ、こういう感じでね比較的摩擦力のあるケースなんかだとこういったサファリなんかでもこのようにですね、まあ、スワイプなんかも問題なくできますし、あと右の上からのスワイプ、そして左の上からのスワイプ、これもねできますね。だからねまあリングと比べると若干ですね、リングなしに近いんですけども、まあ、それでもねこういったスクロールとか操作全般ですね割とねやりやすいのかなという、まあ、安心感はありますよね。まあ、あとは X なんかだとね下の方のボタン結構対応しますけども、まあ、このね、右の通知ボタン、左のね、ホームのボタン、まあ、これもね持ち方によってパッと、ね、押せたりはしますよね。それでねケースの方別のも試してみたところ、これはねモクトのモーバスレザーってやつなんですけどね、これがね結構操作しやすくて組み合わせとしてここの部分結構画面が立ち上がりが高いんでね、こういったポジションで操作がしやすくて、このねサファリなんかでも左下の戻るボタンなんか押せますし、あとまあ左の上とかはねこのね簡易アクセスを使う方がね便利でしたけども、でねこういうポジションでこう例えば散歩で歩くよりもねこっちのね画面がこうやって持っておくと非常にねアクションがしやすいんですよね。このままプッと持っていくとさっきのポジションになってですね、まあ、このね手首のストラップと角っこのねこのこれがこう支点になっていい感じにこうね持ちやすくなるんですよね。もう一回やります。画面側を手のひらに持ってこういう風にやると、手首と角の支点でうまく支えられるわけですね。なんかねこの左のボタンも簡単にアクセスしやすいですし、あとはね、まあ、簡易アクセスもスッとできますし、でうっかり滑った時もこうね落ちていかないという安心感がありますよね。であとはねテキスト入力もやってみたんですけど、まあ、フリック入力こんな感じでね全く問題なく、速やかにできるんでね、まあ、これいつもと使い心地はほとんど変わってない感じがしましたね。うん、タイピングも、全く問題なくできて、むしろねやりやすい感じがしましたかね。まあそれでね MAX の方で試してましたけど、 6.1 インチで試してみるとなおね良くて、これサイズ感としては、まあこれちょっとねダミーモック入れてますけども、サイズ感ね一番ねこの 6.1 インチだといいかもしれませんね。左の下なんかもスッと入りますし、あとはこうね右の上とかもこう素でね届くような感じがあるんでね、結構ね左の上もね届きますし、なかなかねいいんじゃないかな。これね 6.1 インチをかなりねスタンダードサイズを意識して作られた製品みたいですね。はい、であとはね重量の方も測ってみました。こちらがだいたい 20.9g ですね。でまあこの 20g っていうと、だいたいこういったマグセーフタイプのリングなんかがこれ 19.7g ですね、ゼニックスというやつ。そしてアイリングマグの方もこれ 20.7 だから、まあ、だいたいこの辺りとね同じぐらい。まあそれで ESR のハロロックなんかだと 40g 近くありますから、これよりまあだいぶね軽いんですね。そしてショルダーストラップなんかだと物によりますけども 62-3g ありますから、まあこれよりもだいぶ軽く済むということになります。はい、であとその他の活用方法もちょっと試してみました。それはこちらですね、ショルダーバッグなんかにこうね何かカラビナを用意しといてつけるという方法です。で結構ほらショルダーストラップだとショルダーバッグとこうね干渉してなんかバッテンになったりとかね、まあ同じ場所にこうショルダーストラップがこう重なっちゃったりとかあるんですけど、まあそれがこういった感じだと、まあ、ショルダーバッグにつけられますからね、まあ、これも一つの考え方かななんて思いましたね。こういう感じで、まあ、バッグ持たない人にとってはショルダーストラップいいんでしょうけどね、バッグ持つ人はね、こういう風にやっておけば、まあ、こう干渉し合わないっていうのはあるかもわかりませんね。
で最後ね、注意点1個ありましてね、これはまあショルダーストラップでこの方式のやつでも一緒なんですけどね、ここの部分若干こう iPhone が上にずれますからね、このケーブルによってはこのように入っていかない場合があります。いくつか試しましたけど、純正のシリコンケースなんかも同じでしたかね。ただね、この最近 iPhone についている華奢なタイプのこのね USB-C なんかはまあ問題なく入ってはいましたかね。てなわけでラコレのねシリコン製のこのねリストストラップですけど、なかなかねいいんじゃないでしょうかね。この 6.1 インチ特に良くて、で私が使っている 15 Pro Max なんかでも、まあ、ずっとこういったリングを使ってきましたけども、まあ、リングなしでも落下の心配がないという使い方ができそうな感じがします。まあ、このもちろんね、この手の大きさとか手首の太さとかね、あとは iPhone 自体の大きさによって使い心地って変わってきますけども、ただね440円ですから試してみる価値っていうのはかなりありそうなんで、皆さんですね、ショッピングセンターでラコレを見たらぜひ覗いてみてくださいませ。他のアイテムもあるようなんでぜひチェックしてみてください。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。